はい、ソシャックメンです。よし、またこのガチャのね、ガチャの時代が来たぞ。で、今回ね、この1枚ガチャ、じゃあ1回ガチャっていうやつのチケットが12枚手に入ってるんで、これを使って、このなんて読むんだろうな、これ 50鈴連かな、五十嵐違うか、なんとか連ってやつのピックアップガチャをやっていこう。不思議、あなたの因果に変化が起きたみたい。さあ、一発目何が出るか。ああ、これは持ってますね。まずね、カードしか出ない恐れもあるからね、これ今回は。1回ガチャだと、チケットの、なんだっけな、確定しないみたいな、確定でなんかもらえるのがないから。あなたの因果に変化が起きたみたい。さあ頼む、なんか出てくれよ、キューベイとか。ないか、そんなの。レアアイテム、レアアイテム出てきて、じゃあせめて。持ってんな、これ。これ確か持ってる。じゃあもう一回だ。よし、今度はどうだ。お、いや違うな、これな。なんかこの紫色のやつの時はもうね、これも持ってるね。で、もう一回だ。あなたの因果に。あ、飛ばしてた。これ飛ばしたらなんかあんまりいいの出ないとかあるかもしれない。お、水だ、水来たぞ。水なんだ、水。レアキャラ、今回のやつ水だっけ、あれ闇か。あ、やった、新しいやつが。お、これちょいレアなんじゃないか。はい、いや、めっちゃレアじゃんよ。星4。レナ、自己紹介とかダラダラ長ったらしいの嫌いなの。質問あるなら答えるけど。よし、もう一回行こう。じゃあこの星4が出たってことは、この流れでいけば今回のピックアップのガチャが出るかもしれないね。不思議、あなたの因果に変化が起きたみたい。よし頼む、ちょっとなんか出してくれ。出なかったらちょっとキューベイの、あの小さいキューベイみたいに泣いちゃう。お、いや、あ、来た来た来た。あ、これいいかもしんない。これ闇、これ絶対来たでしょ。これ星4の何か。あ、違う、これはポッ、持ってるやつだった。雨になっちゃったね。雨になっちゃったんで、あとでも7枚あるからな。ちょっとこの流れでいこう。これはあれか、普通のカードだ。しかもこのカード一番よく出てくるやつだな。よし、もう一個いこう。これ、あ、これもレアじゃないね。よし、あと5枚あるから。よし、あと4枚、あと4枚のチケットで勝つ。なんだろう、これ、これも持ってるな。次はもう窓か出たらいいよ、窓か。そろそろ出るでしょ。おお、お、来た、水来た、水のカード。持ってるやつじゃねえか、水だったら。もう結構水ばっかり出てんな。あー、持ってるこれ。しょぼ、ダメだ。じゃあ、あと2枚だね。結構でも魔法少女出てくるな、この単発でも。行くんだ。おお、来た来た来た。これ今度こそレアじゃない？闇カード、闇のカードはあんまり持ってないはずだから。あー、持ってる。
最後の1枚、最後の1枚頼みます。最後の1枚でぜひ。不思議、あなたの因果に変化が起きたみたい。最後の1枚でマドカを、マドカを頼む。マドカが出てこなかったら、マドカ出てきたらもうキューベイの泣き真似めっちゃ本気でやる。ダメだ、水だったいやでも水カード出たな、結構出るなこれ。よし頼むぞ。持ってんじゃんこれ、もうキュー、ダメだった。もうないよねカード。もう一回引くってあるけど、ああこれで石になるんで、石はちょっとね、今やっちゃうともったいないんで。ってことで今回10回中結構出たね。でこの50鈴連は出なかったけどね、50ベルは出なかったけど、まあ他のなんか星4のなんとかレナってやつが出たからね、結構良かったね今回。よし、じゃあまたな。